出張料理の森山チャンネル。今回は、まあ、ほぼ、出張料理の余り物はなくなった流れなので、まかないシリーズ。まあ、まかないシリーズ。もうこれで言うとですね、もう結構これ常備品として便利なものがいっぱいあるんです。まず、ツナ缶。もう長持ちです。そしてニンニク。そして鷹の爪。これは相当日持ちます。で、次に日持ちする物体が、納豆。キムチ。で、ここにある物体は出張料理の余り物です。まあ、このコロナ禍の流れではですね、まあ、あまり、まあ、普通に買いに行けば買いに行けるんですけどね、まあ、そうじゃなく、これだけやっぱ日持ちする商品の中で、どれだけいろんな料理が作れるのかっていうのをご紹介できればと思います。まずですね、そういえば今回何を作るのか説明しなかったと思うんですけど、一応ペペロンチーノです。ペペロンチーノですけれども、ちょっと特殊な作り方をします。まずですね、このニンニクをこの、これベンリナーっていうスライサーなんですけどね。まあ別に、ベンリナーじゃなくてもスライサーなら何でもいいと思うんですけど、料理人の間ではやっぱりね、なんだかんだ言ってもこれが一番ベストだと。これをもし購入したいときはですね、ネットで検索するか、または、かっぱ橋行ってもらえればいいかと思うんですけど、まあちょっとこれをスライスしていきます。スライ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 。ただ、ここでですね、あんまり頑張りすぎるとですね、指を切ってしまう可能性もあるんでね、こんな感じですね。これ。見えるかな？ほら。こんな感じでスライスしていきます。それを全部で、これだけスライスします。では、全部5個スライスした量はこれです。そこに投入するのはオリーブオイル。これを大さじ1、2、3。ちょっとこれで喧嘩します。これはですね、まあ、いわゆるガーリックチップ、要するにニンニクチップ、これを作る工程なんで、ちょっと間延びしますけど、結構繊細なんですよ。仕上げまでが。これはノーカットでお送りしようと思います。間延びしますけどですね、本当にガーリックチップをバチッと作りたい人がもしもいたら、お付き合いください。もう、だんだん温まってきましたね。温まってくるとですね、ちょっとずつ温まってくると、こういう感じになってきます。はい。ね。で、ポイントはですね、今、全開ですけど、火力全開ですけど、弱火にします。弱火です。なかなか、繊細なんですよね。このままずっとやり続けると、カリッといく前に色がついちゃうし、弱すぎると、なんですか、油が染みるって言い方しますけど、なんて言うんですかね、そういう言葉で言うのが難しいんで、まあ、とりあえず今、火力はもう弱火のままです。だからこの感覚ですね、この。でも弱すぎると、染みちゃうって言い方しますけど、パリッパリッっていう空気感になるの。高すぎるとあっという間にただ色がついちゃう。これね、多分このガーリックチップをゼロからこんな感じで作るんですよっていう動画を僕自身は見たことないんで、初かもしれない。こう混ぜます。とりあえず混ぜてね。混ぜて。わかりますね、この感じ。高すぎず、弱すぎず。結構ね、映像的には間延びっていうか、もう時間をいっぱい取ってますけど、これをちょっとショートカットできないんで、ちょっと今、
中弱火、中弱火から今度中、まあこれはもう火力はもう何とも言えないです。感じてもらうしかないですね。温度高すぎず弱すぎずっていうのは、混ぜていかないといけないんで、とりあえずちゃんと上がってる空気感は出てますね。だけど、これ以上火力が強いと、あっという間に色がついてしまう。まあ、これを動画で撮るのは僕も初めてです。一応ね、これはもう言葉で説明できないですよ。なんかわかります？こう上がってる。で、これだと温度が高くなり始めると弱くする。弱くして、まだ色ついてないですね。色がついてない。色がついてない。で、ここでまたちょっと強くして、まあこういう温度コントロールですね。温度コントロール。で、色がつき始めたら一気なんですよ、これが。こんな弱くやっても色がつき始めたら一気なんで、その瞬間が結構重要になってきます。まあ、アクを取るとそんな感じですかね。はい、ちょっと今度温度が高くなってきたんで、こう。これをノーカットで上げてる動画は、ほんとないっすよ。はい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 。わかりますかね、この感じ。そろそろ色がついてくるんですよ。色が。これわかります？色がついてきたか。色がついてきましたっていう空気感。これ全然まだ色ついてないんですけど、色ついてないんだけど、ここで一気に、そうですね、一気に開けます。はい、わかりますかね。これでね、じわじわと色がついてきてるのがわかりますかね。わかります？こういう感じです。揚げた時は色ついてないんですけど、揚げたっていうか、このこした時は色ついてないんだよ。こうやって自然に色がついてくるんですよ。だから、もう色がつく前にあげないといけないと。まあ、これを、これからっていうか、実際使うのはこのオイルですね、外光オイル。これはトッピングで使用します。そして、ここにガーリックオイルがこうありますが、ちょっと、これで、大さじ2杯ぐらいですけど、添加。そこにですね、一応、ペペロンチーノと言ってますんでね。ここで、輪切り唐辛子。これで香りを、辛子の香りをね、香りを出していきます。あー、香りが来ました。辛い香りが。はい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 。辛い香りが来ました。香りが来たところでですよ。はい。あら。はい。香りが来たところで、このガーリックオイルにですね、戻します。戻しました。これで、まあちょっとこう混ぜ混ぜしてですね。で、先ほど、この、なんて言うんでしょう。先ほどご紹介した、ツナですね。ツナをここでも、よいしょ。まあ本当はね、ベーコンだったりするんでしょうけど、まあ常備品、まあベーコンもね、まあたまたまないからベーコン使ってないのもあるし、まあ、常備品として、こう、ツナがあるんですね。ツナをこう混ぜて、これから、麺を茹でていきます。では、そろそろ、パスタが茹で上がりますので、ここに、まあ、バターも入れて、で、今、パスタが茹で上がりました。で、これはですね、茹で論ほどまではいかないですけど、何パーとは言えないけど、結構、塩分が、あるので、今までまだ一切塩はしておりません。よいしょ。そして、ここに、
ちょっと煮汁を投入。はい。いやー、これですね。こうですね。そして、ここに、発酵食品スペシャルを足していきます。まず、キムチ。発酵食品。発酵食品、納豆。はい。そして、ブロッコリーのスーパースプラウトとベビーリッフィン。で、これをまた、あえていくんですが、ちょっと粘度が強くなってきたので、煮汁を入れます。で、おっ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 。わぁ、来ましたね。おっ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 。はい。これで、仕上げに、エキストラバージン。うわぁ。それと、パルメザンチーズ。はい。これで、俺の発酵食品を入れたペペロンチーノの完成です。これから盛り付けていきます。では盛り付けていきます。こんな感じですね。これを。まあ、これは、量としては、結構あるんですよね。だけど今回は全部盛っちゃいます。もう、全部盛り付けちゃうと、もう、うわ。ヒュッと。ヒュッ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 と。こんな感じですね。じゃもう全部盛り付けちゃいます。ここに。はい、はい、全部盛り付けました。盛り付けましたね。どうなんでしょう、これ的には。そしてそこにこうパセリですね。そしてパルメザンチーズ。はい。おっ。そして、エキストラバージン。はい。で、ここで、ガーリックチップ。同じ横をパラ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 。ガーリック、ニンニクたっぷり。ガーリックチップ。こんな感じですかね。はい。これで、俺の、ペペロンチーノの、完成って言いたいんですけどね、どうも気になっちゃうんですよ、これが。俺のペペロンチーノが完成しました。これから、試食に入ります。おっさんの試食シリーズ。今回は、まかないスペシャル。まあ、ちょびっと出張料理で余ったものも使ってますけれども、今回は、俺のペペロンチーノガーリックチップの作り方も紹介してるよっていう感じでですね。まあ、こういう感じで、ニンニクチップ。まあ、これはステーキハウスとかでは、必ず添えられてる商品。このニンニクチップの作り方を今回の動画で紹介してる。まあ、ニンニクをチップを作ると基本的にガーリックオイルができる。で、それで、ペペロンチーノを作ると。まあ、そういう商品になっております。まあ、それの他にもですね、あと発酵食品である納豆、キムチ、あとタンパク質のツナ。まあ、これは常備品としていつも結構紹介してるんで、それを合わせた、ペペロンチーノになってるんですけど、麺は、伸びるんで、早めにいただきます。いただきます。うん。
まいです、うまい、うまい。まあ、今回のペペロンチーノの作り方はですね、まあ、最近 YouTube をいっぱい、 YouTuber 料理人の動画をいっぱい見てお勉強してるんですが、イタリアンのね、奥田政行さんって俺と同い年なんですけど、その人の、まあ、動画をたまたま見ることがあってですね、それにインスパイアされてこのペペロンチーノを作ってみました。だからもしも何にインスパイアされたのかを感じてもらえれば、奥田政行さんの出てる動画を見ていただければと思います。それでは。